はい、こんばんは。KTC 放送局の健太店長です。朝見てくださってる方、おはようございます。今日も元気に動画撮っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、筋トレ、関係のお話です。はい、今日僕背中の日だったんですけど、トレーニング。今、ジムから帰ってきて、ジム着を洗濯してるんですけど、バチャバチャ洗濯機の音が聞こえるかなと思うんですけども、最近やっぱりその僕がボディービルを始めた15年ぐらい前か、途中5年ぐらいやってなかったんで、まだトレーニング歴としては10年ちょいなんですけど、15年ぐらい前にボディービルをかじり始めまして、その頃はですね、本当にジムにね、人がいなかったんですよ。というかですね、そもそもジム自体も全然なくて、フィットネス人口がすごく少なかったんですね。だけど最近のですね、やっぱりそのフィットネスブーム、いろんな筋トレ YouTuber さんね、イケメンの人もいっぱい始めてますし、で、ね、かっこいい若者が憧れるような筋トレ YouTuber さんもいっぱいいまして、爆発的にフィットネス人口増えたんですよね。はい。すごくね、喜ばしいことなんですけど、競技人口が増えるっていうことは。その反面ですね、やはり日本は狭いので、なんていうんですかね、ジム自体がそんなに大きくないじゃないですか。店舗数はめちゃくちゃ昔から考えると増えましたけど、やっぱりそんな広くないので、なんていうんですか、過密なんですね。ジムが結構混んでるんですよ。そういうわけででしてね、マシンとかパワーラックとかが、行ったら埋まってるっていうことがね、結構多発してるんですよ。はい。僕が本当始めた頃はね、パワーラックが全部埋まってるってなかなかね、なかったんですけど、混んでる時間に行けばそれなりに埋まってましたけど、昼間からね、マシンとかパワーラックがあんだけ埋まってるってことはね、なかったですね。だけど最近ね、僕、ジム行くたびに、パワーラックが埋まってまして、はい。で、特に僕、背中の日なんですよね。背中の日に、よし、今日もう行って、もうガンガンもう、ベッドを引くぞ、弁当箱引くぞって言っていくと、大体パワーラックが埋まってるっていう、そう、悲しいなっていう、ザーっていう悔しい思いをよくするんですけども、結構ですね、それで、揉め事、トラブルがですね、起きてるようでですね、はい、要は、そのパワーラック使いたいのに、他の人がずっと使ってて使えねえんだよみたいなね、店員さんにクレーム入れたりとか、直接ね、長いよって文句言ったりとか、そろそろ交代してもらっていいですかっていう風に言ったりする人とかね、多いみたいなんですよ。で、今日の話なんですけども、僕背中のトレーニングでプレワークアウトね、バツン飲んで、よーし、カフェインバチバチだーっつって、ベータルにフラッシュもピリピリだっつって言ったら、またラックが埋まってたんですよ。うわーおーと思って、しょうがない、ちょっとラットプルーね、ちょっと引きつつ、本当は2種目目だったんだけど、ラットを。ちょっと体温めつつね、ラットでも引いて待ってるかと思って、ちょっとラット引いてたんですけども、待てど暮らせどちょっとラックが開かなくて、で、結局ですね、うちパワーラック2台あるんですけども、1台が空いたのが約、僕がね、ジム着いてからね、40分ぐらいしたら空いたんですよ。で、40分して空いたところが他の人がもう入っちゃったんで、結局使えなくて、しょうがないと思って。で、もう1個のラックに関しては、僕が着いてからね、結局1時間以上空かなかったんですよ。同じ人で。はい。なんで、僕が来る前から考えると、結構な時間使ってたのかな。たまたまそれか、スタートから一緒だったのか分かんないですけども、とにかくね、よくネットで言われてる、そのマシンとかラックの占領野郎みたいなね、野郎って言い方だとちょっとトゲがありますけども、よくネットとかで最近ね、言われてるその占領系ですよ。はい。今日マシン何時間占領してやがったとか、ラック何時間占領してやがったっていうツイートよく見かけるんですけど、それと一緒で、たまたま今日ロングがね、ちょっと入っちゃって、ラックが使えなかったんですけど、僕的には正直、うちのジムって、ラックとかマシンの交代時間の制限がないんですね。
設けてある場所によっては、例えばラックね、20分、連続使用は20分までですみたいな、20分経ったら1回どいてくださいねっていう、そういう風なね、使用制限が設けてあるジムが結構あるんですけども、うちはね、ないんです。で、店員さんにも確認したんですけど、まあ、基本は設けてませんと。まあ、譲り合って、お互い声かけ合って使ってくださいねみたいな感じなんですよ。なんで、明確なその、何分までには交代してくださいねっていうのがないので、正直、僕からすると別に1時間使ってても2時間使ってても、まあ、長いなとは思うけど、まあ別にしょうがないかなと、いうふうに思うんですね。だからといってね、使ってるからといって、ずっと使ってるからといってね、どけよとは、言えないわけですよ。はい。だってそういうルールがないですからね。まあ神経系のね、トレーニングとかもパワーリフターかもしれませんし、神経系のトレーニングは結構時間かかりますから、まあ長く使ってても、まあしょうがないかなと。うん、そいつよりか早く来なかった自分が悪いかなぐらいにしか思わないんですけど、まあ最初にも言った通り結構揉め事が多発してるようでですね、ちょっとそろそろ交代してもらっていいですかっていうのは、まあ実際僕がトレーニングしてもやっぱ見かけるんですよ。すいません、そろそろいいですかねみたいな。結構使ってるんでみたいな、そういうやりとりがね、ちょこちょこあるんですね。うん、で、店員さんにとかもね、クレーム入れたりとか、まあ俺も一回クレーム入れられたけどね、30分ぐらいかな、20分か30分ぐらいケーブル使ってて終わったら、なんか後々店員さんからちょっと長いっていう風にクレームが入りましたっていう風に言われちゃいました。はい。まあこれ長いだ短いだってね、ルールがない以上はしょうがないかなとは僕は思うんですけどね。で、まあ今日もその結局せん、まあね、俗に言われてるそのパワーラック占領棒、占領中なんていうかわかんないけども、まあ、二人で食わしたんですけど、まあ、これからもきっとね、出くわすと思うんですよ、そういう、長く使う人。うん。で、そういう時ってどうすればいいのかと、いうことで、僕が思うには、もうメニュー変えりゃいいんですよ。はい。わかりますよ。もちろん、やっぱりね、ある程度自分のルーティンってもう毎週決まってますし、で、メニューもある程度組んでね、それをまあ、こなしていくわけですから、今日は背中でこうこうこういうメニューで組んでこう、最初は1種目目はこれ、2種目目はこれ、何セットやってっていうのが皆さんね頭にあるのは分かるんですけど、でそういう風に言ってみたら、ちょっと誰かね長く使ってて自分のメニューが崩れちゃってね、ふざけんなよ畜生っていうね、分からないでもないんですけど、まあしょうがないんで、それはもう本当日本のジムって狭いから、海外みたくね、そのラックがブワーってとこってなかなかないんで、もうね、やっぱ日本でトレーニングしてる以上ね、しょうがないんですよ、メニューが崩れるのは。はい。なので、もしそういうね、やっぱりちょっと長く使っている方にぶち当たってしまったらば、もうそれはね、その人よりも早く来なかった自分は悪いと、自分を責めてですね、もうメニューをね、臨機応変に変えるしかない。その使ってる人に早くしてくださいよって文句言うんじゃなくて、もうメニュー変えるしかないっすよ。はい。長いなぁとはね、やっぱ内心思ってても文句言っちゃいけないんじゃないかなと思うんですよね。仲良くみんな使わないとね、やっぱり雰囲気悪いですから。はい。だから占領してる人に出くわしたら、まあ、悔しいけどちょっとメニューを変えようと、これが俺多分ね一番いい解決策じゃないかなと思うんですね。でメニュー変えてみたら、意外と他の器具使ってみたら結構ね、新しい刺激が入ったりして、まあそれはそれで美味しいね、面もあるので、はい。思い切ってもうメニューを変えるっていう、これが多分俺、唯一の解決策じゃないかなって思うんですね。はい。まあ、ね、いろいろこれは多分意見あるでしょうけども、多分僕はそれが一番いいんじゃないかなと。でたまに見かけるんですけど、すいません、一緒に使わせてもらっていいですかっていう人ね。昔のね、やっぱローカルなジムだと結構これあったんですけど、まあお互い補助し合ってとかね、あったんですけど、最近のね、僕的な考えとしては、一緒に使わせていいですかっていうのはちょっとね、あんまりどうなんだろうっていうふうにちょっとね、思いますね。やっぱりウェイト付け替える時間とかね、しかもメニューが一緒とは限りませんから、そう、ラックの高さとかなんだり変えたりしてるうちにね、やっぱりちょっと、相手に迷惑かかっちゃうんで、一緒に使わせてもらっていいですか系はね、あまりちょっと、よほど気心が知れたね、トレーニング仲間とかだったらいいですけど、ちょっと微妙かなっていうふうにちょっと思いますね。はい。なんでもう本当に、ラックが開こうがマシン、ね、ごめんなさい、ラックが開こうが開かなかろうが、マシンが開こうが開かなかろうが、文句は言えないかなっていう、思います。はい。なんで、もし占領してる人がいたら、
自分がね早く来なかったんだからしょうがない、メニューが崩れてしまったのはね自分が早く来なかったんだから自分を責めるしかないと。はい。で、まあそういう時はもう思い切ってメニュー変えようよと、そういう動画でしたね。文句言わないで、文句言うと本当にあの雰囲気悪いから周りも、うん、ねっていう、そういうお話でした。はい。まあこれは本当賛否両論あると僕の考え的には、まあ、メニュー変えるしかないんじゃないかなっていうことでした。はい。まだまだ僕デブデブですけど、はいはい、ちょっとずつここから落としていくんでね、ちょっとねもう少しここがこうくっきりこうねここ入ってくれるといいんですけど、ちょっとまだ脂肪が全然落ちてないですね。はい。ちょっとは落ちてきたんですけどね、これでも、うん、はい、ということでさよなら、頑張ります。